皆さんこんにちは、背景にはあの深い緑があると思いますが、ここは、大阪の河内名市の一部であります。大滝ダムというダムがありまして、そこから上流に上ったところがこの場所でございます。見ていただくように巨木がたくさんありまして、緑が完全に保存されております。一時はその木を刈り取ろうという話もあったんですが、それは止まったようでありまして、非常にいいことだったと思います。今全国で、森林環境税が話題になっております。実は森林を守るためにわずかでもないかもしれませんけれども、1000円ぐらいの森林環境条例のようなものを作って、自治体でそれを取っているところがいくつかありますが、それに加えて国税として森林環境税という税が制定されました。それが実施されております。そうしますと今の税金と今度の税金と二重取りじゃないかという議論が起こっておりますが、私は金があればいいというものではなくて、この森林緑を生活空間に近づけた状態の中でしっかりと保存する、そういう市民の心が一番大事だと私は思っております。まあそういう意味で森林環境税に絡んだそういう運動をしていただくことは非常にありがたいことであります。今あのインバウンドで外国人がたくさん来ますけれども、彼らが一番日本に来て喜ぶのは人々の温かさ、日本人らしい生活を一転してみたいと同時にどこに行っても緑があると、これなんです。ですから日本が誇るこの緑の世界、これは我々の先祖がきちっと守ってきてくれたから今日があるわけでありまして、ぜひこの河内名の山奥の森林環境の素晴らしさをぜひ皆さんも味わっていただきたいというふうに思います。まあ以前はですね、ここには山鳥とかですね、普段見られないようなすごい鳥が結構見られたんですけども、今でもまあイノシシ、ウサギ、クマはいないでしょうけども、その類の野生動物はたくさんいると思います。どうぞ一度お出かけください。お願いします。